阪急日商ストア緑地公園店9、阪急日商ストア本社9、阪急日商ストア茨城駅前店級、阪急日商ストア線本店9阪急日商ストア線本店9阪急日商ス,ストア南茨城店級、阪急日商ストア掃除事典、阪急日商ストアは、かつて H2O リテーリンググループの株式、外社雑貨職が、京阪新地区を中心に展開していた。 スーパーマーケット。当項目では2008年9月30日まで存在した株式会社、阪急日照ストアについても解説する。1963年11月、日本ガラス商事株式会社が豊中市ハッに日照ストアハッ店を開業。以後にプロのストア事業部として運営され、2001年6月1日には子会社として分社独立した。 しかし、ニプロの戦略的な事業再編により、2006年7月に株式会社、阪急百貨店に全株式を譲渡された。阪急百貨店の参加となったと同時に、店名、運営会社社名とも名称を阪急日商ストアとした。2006年9月1日付で食品事業グループを統括する中間持ち株会社として株式会社座加が設立され、 同社の子会社となった。2008年10月1日付で、当時同じく坂食の設立した当時から、子会社であった阪急オアシス、阪急ファミリーストア、阪急フレッシュエールとともに、軽4車が坂食に吸収合併されたため、坂食が運営する食品スーパーの店舗ブランドとなった。2008年、事業会社の合併に先駆け、 阪急日照ストアとして営業されてきた池田店と宝塚南口店が株式会社阪急オアシスに事業譲とされ阪急オアシス店舗になったの皮切りに合併後も阪急オアシス店舗へのリニューアルが進められ合併前に27あった店舗は2011年11月11日をもって消滅48年間の歴史に幕が下りたなお 日照ストアの CI であったトマトマークは半球オアシス及び半球ファミリーストアの CI として存続している。ありがとうございます。